280円でしょ。でも何言ってるの。もうしょ。すごいショットをお見せしました。うん、よいしょ。低いもんね、なんかさっき練習見てた、めっちゃ上がってピョンっていく。ピョン行きますか。ピョン行きます。でも自分のも打ってみて比較したいね。そうだね、せっかくだったら、うん、まあ後でちょっと、うん、しますか。でもやっぱあのドライバーとかじゃなくて、うん、もうここで球筋の差がめちゃくちゃ出ちゃってるから、うん、あの私が使っても、私が使った後に鈴が打ったら、うん、もっと迫力ありますもん、これこのドライバー。いや、あるよ。練習場でだってエグかったもん。この後、うん、はい、この後この後見れますよ。見れますよ。でもさ、もっと振れそうじゃない、うん、そう、なんか見た目では、うん、なんかもっと振れそう、うんうん、余ってそう。でも自分の中でもちょっとそれはある。あるんだ、うん、解放してない。うん、なんかできないですよね。でもさ、やっぱり結構なんか振るのって難しいですよね。うーん、ね、どんな感じ、ま、もうまんぶり、うん、まんぶりではないけど、なんかもっと振るとまだ全然振れるけど、うん、いや、そんな別に力入れてもさ、まっすぐ調子はないじゃん、うん、まあ今ですらないのに。うん、まあ1割ぐらいですけど、自分の力の中で、うん、でも意外とワンブリとその8割ってそんな変わらなかったりするから、難しい、うん、難しいよね、ゴルフの難しいところ、そういうところだと、うん、やっぱ力入るとさ、人間さんが力むとさ、逆に飛ばなかったりする、曲がっちゃったりするからね、うん、よいしょ。今で7番、うん、自分のクラブでこのぐらい距離が欲しいですよ。5番から今上げてたんで、うん、5番アイアンなんで、で7番でいけた、すごい、うん、これ難しいですよね、ライは。ちょっとライが、ね、左足下がりのつま先上がり、はい、ですよね。何を意識すればいいんですか、ああいう時って。でもちょっと短く持ちます、左より、うん、短く持って、うん、なんだろう、で左足下げるとかも別にしなかったじゃないですか、はい、ね。でもあんまり打ち方としては全然変えてないです、はい、短く持って今はちょっと方向だけ意識注意してって感じです、うん、はい、あ、そっかそっか。あんまり多分そのラインが悪いからって考えちゃうと、うん、どんどん悪くなっちゃうんで、うん、結構つま先上がりって多分皆さんが思ってるより短く持った方がいいです、うん、やっぱり結構こんだけ上がってればその分、はい、ボールと自分の位置が違うじゃないですか、はい、で結構それ分かんないでそのまま握っちゃう人もいるので、結構私傾斜あると普通に普段こんくらいのところをなんかこんくらいで持ちます。うーん、あ、そこまで短く持つ。まあさ、傾斜にもよります。はいはい、シャフトに、ね、指が行くぐらい短く。うん。
お腹空いてきた。お腹空いてた。空いてない。空いてた。おわっしょー、上がっちゃったか。見てください、うん、ディボットとディボットの間。ほんとだ、ちょうど狙ったんですけど。おお、なかなか刺激的な場所ですね。あ、やっぱりそこだ。すげえ。うん。完璧じゃないですか。ありがとうございます。木がギリギリ当たるか当たらないかぐらいで。うん。まあ、風も結構左から来てたんで、ああ、怖がらず、うん、来てましたけど、右に来ちゃうと本当に、うん、一番難しいだよ。あ、難しかったんだ。そっか、地味に地味に、まっすぐのラインって結構難しいもんね。うん、おわー、すげえ。ショットは良かったですよね。はい、ね、本当に良かった。うん、おカラーカラー、あ、これなんか落ちてきたね。落ちた。いや、ちょっと今ちょっとびっくりしちゃった今。めっちゃ飛びますね。ワイヤーで良かったね。うん、山口さん、はい、今日12月の27日撮影なんですけれども、はい、Q シリーズ、はい、日本でいう QT みたいなものを2年連続受けたと思うんですけれども、はい、その感想を聞かせしたくて。あれ8ラウンドもやるんですよね。はい、8ラウンドです。毎日やるんですか。4日間やって、はい、コースが変わって、あ、3日空いて4日です。4日やって3日空いて4日です。なので、うん、その3日空くんですけど、はい、実質休みは1日ですね。練ランとか、はい、練習ランとかあるんで。十何日ずっとゴルフしてるってことですよね。あ、そうです。そんな感じです。でも意外と体力は全然、まあ去年も初めて、はい、その1年目の時もそんなに疲れは感じなくて、はい、でもなんだろう、やっぱり独特な雰囲気の緊張感があったので、うん、なんだろう、ずっと緊張してました。でも今年も、はい、もう割り返しずっと緊張してて、やっぱり来年の職場が確保できるかどうかが決まるっていうところで、まあシーズン中ずっとショットが悪くて、はい、もうちょっと不安も抱えたままだったので、はい、でもだいぶシーズン中よりショットが安定してて、うん、たくさんバーディーチャンスにつけられてたんですけど、ちょっとパターが打てなくてちょっとショートすることが多かったので、そこがそこでもうちょっと順位を上げられたかどうかってところでしたね。
ればいいかも。山口さんはスライス？うん、スライスすると思う。うん、私も結構足高いから。登り？登り感じゃないですか、ここ。うん、25つってますよね。うん、タッチ。すごい。スパ。ありがとうございます。一周した今。ナイスパー。ありがとう。おー、行った。うん。めっちゃいい球じゃん。行きましょう。受験資格って何なんですか？ハンディキャップじゃないですかね。誰でも受けれるってことですか？ゼロ以下とか、はい、そういう感じで多分決まりがあると思うんですけど、はい、まあ受けようと思えば、そのファーストステージからあるんで、うん、でも。ファーストが8月にあって、それは結構出てますけどね。4回目くらいまであるってことですか？その。あ、3回です。3回。4日、4日、8日です。4日、8日。はい。でもセカンドが一番難しいんじゃないかなと思いますけどね。私が去年出た時は、200人弱いて、24位ぐらいまでしか通んなくて、めちゃめちゃ、もうオーバー打ったらほぼ終わりですね。やっぱその時のコンディションになって、なんとも言えないですけど、でも、やっぱりアンダーじゃないと取らないので、はい、あのキュッと狭くなっていくるは。そうです。まあでも、最後は45人通るんですけど、はい、110人ぐらい、100人ぐらいです。100人中45人、はい。で、6日目でカットが今年からあって、はい、去年はなかったんですよ。なかった。でも多分、進行上の問題もあるので、6日目ってカットがあってって感じですね。はい、5番くらい、上げてるんで3番です。お、上がるね。うん、今の失敗しても、ね、多分ここの中、この枠の中で収まったから、うん、ちゃんと上がって、ね、そんなに曲がらずいきましたね。ね、曲がらないでね。はい、おー、強い。うん、あのパインハーストってコースって、はい、なんかすっごい綺麗に見えるし、めちゃくちゃ難しそうに見えるんですけど、はい、どうなんですか？その通りです。その通りなんだ。まあ、パインハーストは、はい、9コースあるんですよ。9、あ、9コース、はい、1から9まで18ホールずつあるんですよ、はい、去年は6と7で、今年は6と9だったんですよ。去年のコースはなんていうの、なんか6と7ってわりかし似てたんですよ、はい、同じような感じのコースでやったんですけど、今年は9だったんで、9がちょっと違った雰囲気で、ちょっとなんか面白かったです。でもすごいやってて、はい、まあ、でも今年に、あ、去年に比べてグリーンがまだちょっと柔らかかったのかな、なんでその分スコアが伸びてんのかなって感じありますね、全体的に。はい、やっぱり距
去年はしかも寒くて、はい、もうグリーン硬いし止まんないしみたいなですごい難しくて、でも今年はすごい暖かくて普通に半袖でスカートとかでも全然平気な気温だったので、うん、多分そういう気候とかの関係もあると思います、うん、でも最後の2日はね0度だった朝マジで朝0度日本より先に0度を体感してきて何州にあるんですか？ノースカロライナ州です。はい、おお、うん、超えちゃったじゃん。結構上がるね、7番もね。上がりますね、うん、相当上がる、うん、こう打つんですか、ここは。ナイスワン。ありがとうございます。うん、そんなにフェードを打ちます、オーラ出してちゃんとフェードを打って綺麗に曲がって、まあ問題はあとは何が入るかっていうところですね、はい、何が一番美味しかったですか今年は。アメリカですか？あ、いや日本でも。あ、日本でも、はい、今年一番美味しかった今年一番美味しかったものめっちゃ難しいなんだろう、でも私お寿司が好きなんですよ。はい、イクラが一番好きで、すごい、イクラとウニが好きなんですけど、はい、誕生日の時日本帰ってて、はい、家族で回らないお寿司行きましたって美味しいの食べたそれで幸せた。あ、見えない。あ、お疲れ様です。お疲れ様でした。お腹が空きました。死にます。